ジンスハイムの戦いは、フラン戦争中の1674年6月16日、フランス王国と神聖ローマ帝国の間で行われた戦闘。フランス軍が勝利した。1674年初夏、アレクサンドルとブルノンビル率いる帝国軍本軍と1670年以降、フランスに追放されていたロレーヌコシャルル4世の軍勢は合流してライン側から進み、 トゥレンヌ死者区率いるフランス軍を攻撃しようとした。トゥレンヌはブルノンウィルとシャルル4世の合流を防ごうとし、フィリップスブルクからネッカー川へと進んだ。彼はジンスハイムで帝国軍の前衛に遭遇したが、帝国軍の本軍はまだ到着していなかった。そのため、トゥレンヌはブルノンウィルが接近する前に決着をつこうとして、シャルル4世とアルベルとカプラーラ率いる軍勢に、 戦いを挑んだ。帝国軍は、ロレーヌ、神聖ローマ帝国、ザクセン出身の騎兵が大半を占め、他には、不評800から1500人がいた。大砲はなかった。帝国軍は、ジンスハイムの街を占拠していたほか、北にある高地の菜園も占領していた。ジンスハイムの南を流れるエルゼンツ側もフランス軍の、障害になっていた。午前10時、テゥレンヌは、 戦闘を命じ、フランス軍はミュールバフハ川とエルゼンツ川を渡って、ジンスハイムの修道院と町を占領した。その後、フランス軍は山のふもとで2列の戦列を形成、大砲六6門を右翼に配置した。帝国軍はよく守備したが、やがて撤退せざるを得なかった。撤退の途中でジンスハイムの町を占領したが、2時間ほどの市街戦で追い出された。その後、 フランス軍が再集結している最中にシャルル4世が、騎兵突撃を命じたが撃退された。戦闘は午後5時頃には大勢が消し、フランス軍の勝利に終わった。帝国軍は北のネッカー側に向けて撤退した。フランス軍は森林地帯を通って追撃しようとしたが失敗。テュレンヌは、追撃をやめた。帝国軍はそのまま、ハイルブロンまで撤退した後、 ウルノンビル率いる本軍と合流した。彼は、マイン側の後ろまで退いて、増援を待った。戦闘は、フツラン戦争において、帝国軍が初めて、フランス軍に敗北した戦闘であり、フランス軍は、その後、プファルツ戦抵抗量を荒らし回った。ありがとうございます。